ちは、江戸部コーチです。今日は、イチロー選手の真似をしたいと思います。イチロー選手の背面キャッチというものを、取り入れてウォーミングアップでもやっているので、それを紹介したいと思います。それではやってみます。最初は手でボールを持って背面キャッチ。どうですか？簡単ですか？意外にやってみると難しいと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。次にちょっとアレンジをしてやってみたいと思います。どんどん難易度を上げていきます。足からやってみます。どうですか？このようにリフティングをしたり、手から最初始めたり、難易度を徐々に難しくしながら、最後のキャッチを普通にキャッチするのではなく、後ろでキャッチをするというものになります。こういうものを楽しんでウォーミングアップなどで取り入れて、クラッキーの中でも子どもたちに試してもらっています。結構評判で、意外にできないと意地になってやってみたり、できないとすごく落ち込んだり、結構子どもたちの反応がすごくいいので、練習の中でもすごく楽しみながら取り組んでいるものです。こういういろいろな楽しみながらボールをキャッチしたり、ボールと仲良くなるというのがすごくテーマになっているので、そういう部分を大切にやっています。ぜひチャレンジしてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信していきますので、チャンネル登録と高評価ボタンでクラッキーチャンネルを応援してください。よろしくお願いします。